おはようございます。遠藤です。10月5日朝会、よろしくお願いします。昨日はアメリカが独立記念日ということで、ニューヨーク市場なしということで、閑、えー、散としたマーケットですよね。でしたよね。債、ま、券、あ、市場、株式市場、かえ為、ー、替市場、3市場揃って休みっていうのはなかなかニューヨークでもないんですけど、まあ、為替はもちろんそのグローバルで取引されてるんで、えー、特に今は 取引が機械で行われてますよ、ね、あのプラットフォームが電子取引なんでまあこういう時はしっかり為替市場だけはこう動いてるというところなんですね。かつてはあの各東京シン,香港シンガポール香港シンガポールシドニー、えー、ロンドンニューヨークというところにこう人間のブローカーというのが人たちがいてまあそこで、えー、まあブローカーっていうのは 株式市場で言えば昔いらっしゃった馬たちみたいな人たちで円卓の中で多くのおっさんたちがこう電話を両手に持ってわーわー騒いでる光景っていうのはたまに見られる方いらっしゃると思うんですけどあのおっさんたちの裏側には、えー、我々の銀行があってあのおっさんたちに買え売れって指令を出してて、まあ、そこで為替の値段がつくというのがマーケットなんで。 えー、その国が休場あの休みになっちゃうとそのブローカーさんたちがいないんで為替のマーケットがこう成立しなかったんですよねでも今電子取引で、えー、ニューヨークが休みでもニューヨーク以外のところで取引にできてるんで、えー、為替は普通に動くということでもうついに24時間いつでもどこでもみたいになっちゃって、えー、ビットコインなんかもそうなんですけど今度 ニューヨーヨク市場米国株24時間やるんじゃないかってまあそうしたらなんかあの東京市場もみんなね今米国株やってらっしゃる方多いからあの日本株そっちのけで米国株にならないかみたいなそんな話もあったりもしますけどまあどうでもいいんですがまあ嵐の前の静けさって、まあ、意外にちょっと。 株価が堅調ということで、欧州市場も昨日全部上がってましたし、まず日経平均が4万913.65円、終わり値で最高値。トピックスは2991ということで、これも市場最高値を更新ということで、あの日経平均は1989年のバブルの頃の高値を、まあ、3万9000円台だったんで、えー、それを完全に超えてるんですけど、トピックス、東証株価指数に関しては、 それを超えてなかったんですよね。ですから、まあ、それも、こうやって、名実ともに、バブルの高値を更新したということで、えー、我々、昭和のおじさんたちは、冠無量みたいな感じなわけですよね。まあ、あの頃、僕も下っ端だったんですけど、まあ、どこまで株価がいく,いくのかっていう感じだったんですが、まあ、それを表すのに、えっと、バブル、 のののじゃないんでですすけどこのソフトバンクの株価ですね別にソフトバンク買えった話じゃないんですけどえっと1万、えー、1190円まで上昇して今ここしかチャートがないんですが実はこの前にあのー、IT バブルがあってソフトバンクって19万円あのー、分,分割してるんでここ 1>, 1万1,000ですが分割してるんで、えー、ここの高値って19万円だったんですよね19万円ぐらいなんでで、まあ、引き直すとそこを超えてきたということでソフトバンク19万円からもうすごい大暴落したんですよ IT バブルで、あのー、破裂して、まあ、そこが戻ってきたということでなんかこれもう何やらこう象徴的な動きだなみたいな感じですよね。 で、えー、投資部門売買、投資部門別売買動向ということで、外国人が1239億円買い越しということで、投資部門別売買動向ってこういうふうに、えー、JPX、取引所の,の中のマーケット情報の中の投資部門売買状況ということで、えー、1週間遅れで発表されるんですよね。 えっと、株の場合、取引所ものなんで、こういう、その、誰が買った、誰が売ったっていうのが、しっかりデータとして出るじゃないですか。まあ、ここがいいっちゃいいんですけど、1週間遅れなんで、毎日出してほしいなみたいなところもあるんですけど、それはまかりならんということみたいですね。で、どういう風な内訳になってるのかっていうと、これは実体のこの数字は、こんな感じですっげえ細かいんですよ。ですから、ちょっとそれを、大体、あのベンダーさん、あのメディアさんがまとめてくれてるんで、 見てみましょうか。これは出しても大丈夫だと思うんですがまず外国人投資家1239億円買い越しですねということでその前ずっと見ていただいて分かるようにえー、っと5月の第4週からずっと売り越しだったんですよね外国人はそれが久々に買い越しになったこれは6月の第4週ですね信託銀行も買い越しになったまあ信託銀行って投資とかバックが えっとそうですね、えー、っと年金とかそういう資金なんでまあ個人は売り越しですよねまあ利食ってるんでしょうねで、えー、そういう動きになったやっぱり外国人投資家の動きっていうのが一番、えー、東京市場では注目されるわけですので、えー、買い越しに転じたまあそこら辺がえー、っと最近のお日本株の上昇 を表している原動力なのかなという感じはしますよね。あとスイスが6月の CPI 前年同月比で1.4から1.3%に低下予想1.4ということで確実に、えー、とスイスのインタゲインフレターゲットって0から2%なんでここが確実に落ちてるんでまた、えー、とスイスを利下げするんじゃないかという説も出てきています。でえー 建設業の PMI54.7 から52.2、予想53.6と低下ですよね、あまり影響なかったですけどね。で、フランスの RN、国民連合の議席数予想が、えー、240から270ぐらい取れるんじゃないか、289が過半数なんですよね、それが210から240にこう、まあ、それほど取れないということで、安心感が出てると言っても、第1党なんですけどね。 でフランスの国債の入札なんかも昨日あったんですがあの好調ということでまずはこういう政治的不安だと国債売られるんですけどまああの売られてずいぶん戻ってきてるなということで欧州市場やっぱりちょっとその欧州議会選挙からのフランス議会選挙への流れの中の欧州売りフランス売りっていうのがもうだいぶ落ち着いたな。まあ あさっての週末の選挙を受けて、実際どういうふうな政治的なこう枠組みになるのかによって変わってくると思うんですけどね、まあ、それはまずはお手並み拝見というところなんでしょう。で、えー、欧州株、昨日う、堅、え、調、ー、でした。ストックス600、えー、欧州の600州は0.56%上昇、ダックスがドイツダックスですね、0.41%上昇、CNC、えーパ,えー、パリ。 フランス40州は0.83%の上昇となりましたというところですね。で、えー、日経新聞見てると、まあ、労働党14年ぶりに政権奪還ということで、まあ、スターマー党首ですよね、えー、総選挙で躍進ということで410議席ぐらいの150議席ぐらい、えーまあ、労働党がレーバーが410ぐらい取るんじゃないかというところで。 えー、労働党、えっと、これ、えー、非常に労働とといえば財政拡大みたいな、えー、ところにこういつも行っちゃうわけなんですがそれより経済的な,なんていうのかな、えー、経済をもっとちゃんと立て直すんだよみたいな、えー、いうところを強調してちゃんと経済を見ますよというところが、えー、受けた。 いいうところみたいです、ね、あとやっぱり14年間もその保守党がやっていてその間にはブレグジットがあってブレグジットすれば景気が良くなるはずじゃなかったのかよみたいなところもに対する反発っていうのもあるんだと思うんですよね。でまあイギリス労働党になってど,どうなるのかというところですね。あとはまあ今朝のブルンバーグ5本。 うーんまあ、フランスの下院選挙でということで先ほど申し上げたように RN 国民連合ルペンさんのところのが絶対過半は取れないのではないかというところで、まあ、そうするとでも連立になるんでどういう組み合わせになるか、まあ、ここからそれでまた揉めるっていう感じがしますよね。ううんんえー、っとうーんうーん まあ、ここは英国は政治的な安定を期待してっていうところみたいですよね。うんえー、と英国債が他の国際市場より比較的安全だというところです。まあそうですよね。フランスがあって、今度11月は大統領選、アメリカあるんで、そういう意味ではかなりまだまだ政治的な混乱続くという感じだと思います。イスラエルが 交渉のテーブルに一応つくと停戦案にうどうなんでしょうね早く終わってもらいたいですよね中国の EV に対して追加関税、まえー、発動しますよというところですねはい、えー、じゃあそれぞれ見てまあドル円なんですがまあこれもピポットがワークしたということで前日ここえっ、ー、と「週刊ピポットで」で、えー、これ今出てないですけど お,えー、おととい、デイリーピポットもあったんで、えー、ここで、えー、弾かれて、落ちて、えー、っとその後、まあ ISM を受けて落ちて、反発したんですけど、じわじわ上昇ということで、やっぱりちょっと162円、重そうですよね、週間ピポットが効いてましたよね。ただ、昨日落ちたんですけど、えー、160円の救急が、あのー、デイリーピポットのサポートの位置だったんで、そこは、えー、サポートして、 今反発、161円の33ぐらいまで来てます。161円の28が今日のデイリーピポットなんで、まずここを超えてきたというところで、上が161円の10がピポットのレジスタンス。まあ、下落後の反発が7580ぐらいだったんで、まあ、60からこの70のゾーンですよね。で、そこを抜けると次は162あたりというところで、週間ピポットとデイリーが。 重なるまたところでですよねで下もし160円の89がサポートの位置なんでこの90ちょうどあたりを抜けると160円の中盤あたりいや160円の3040ですよね落ちたあのサポートして160円超えた後のサポート160円で前半がまで落ちるのかどうかまあ今日こういう時はアメアメリあのアメリカありますんで、えっと えっとまあ、休みの中間、えーっと、独立記念日で皆さん休んでるんで、ちょっとそこら辺消化するのどうかっていうのもあるんですけど、えーっと、ちょっと見たいかなというところですよね。債、え、券、っと、市場なんかを見ても、やっぱり落ちた後と、アメリカの米国債落ちた後あと、まあ、昨日休みだったんで、あの動いてないですよね。一方で英国債 利回り若干上昇、ドイツ国債も若干上昇ですよね、まあ、フランス国債も上昇ということで、まあ、でも比較的選挙あった割には落ち着いてるなというところです。で、ドルインデックスはずっと、ドルが落ちてるんですよね、やっぱりここは、えっ、ー、と、米国債の低下にこう反応してるところかなと、ここも週間ピボットがぴったり止まりましたよね。 まあこれ結構、円像の一応オリジナル、オ,ジオリジナルといっても、週刊ピポットとデイリーが両方出るってだけなんですけど、えー、こちら JFX さんのトレーディングビューで使えますので、もしご興味あ,あれば、概要欄貼っておきますので、JFX さんの講座開けていただければすぐにあの使えるようになります。で、まあ、ユーロドルは1.08あたり、えー、オプションいっぱいあるんで、まあ、ちょっとガンマトレードで。 動かなくなくっっちゃってますよねで結果としてクロス円は上昇ドル円は若干こう下落する傾向にあったんですけどドル売りなんでユーロとかポンドが上昇するあるいは5ドルが上昇することによってクロス円は堅調ということでユーロ円高値圏ですよねちょっと,、えー、とドル円の上昇からクロス円の上昇にシフトして。 ドル売りだけど円売りっていうのがまだ続いてますよね。これがこういう時計でどうなるのかちょっと見極めたい。高値をこうクロス円が取りに行けるのかどうか。推薦もそうですよね。179円の中盤。5ドル円も、えー、ドル円落ちてるのに108円の5丸ということで、最高値付近をこう、今も、あ、今、ちょっと最高値を超えてきましたよね。ちょっと、東京あのー、オセアニアで、 どれに強いのはこのクロス円の強さっていうのもあるんだと思うんですよね。はい。ということで、ちょっとクロス円の動きを見守りたいかなというところですね。あと、こういう,う,う相場感に関しては、えー、っと、サロンの方でも情報発信してますので、こちらも概要欄に貼ってありますので、よろしくお願いします。あと、明日、岡地さんで、えー、っと、セミナーやります。ちょっと長めの話。 えー、今年いっぱいぐらいの話をさせていただこうかなと思うんで、で、来週は、えー、大阪で土曜日やるんで、概要、こちらも概要欄貼っときますので、もし、えー、明日、遠藤の話も聞いてもいいよという方がいらっしゃれば、えー、っと、お目にかかりましょう。はい、ということで、えー、この動画が良ければ、いいねボタンとチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。今日もあのー、8時半ぐらいから、 ユーチャル社,長社長と一緒に雇用統計ライブやりますので、えー、一緒に雇用統計、えー、見ましょう。ということで皆さんお仕事頑張っていってらっしゃい。